普通って書いて、あ、いいですね、A って今、はいはい、ひらがなにしといてもらって、はい、まあ、答えがどんなものでも、カタカナのものでもひらがなで書かなきゃいけないから、ですね、それだけですね。あとはもう絵を描くだけです。おう、ましょうか。で、はい、このチャット欄の下のゲームスタートで、このペイントツールっていうのは自分で好きなとこ動かせるんで、はい、そうですね、書きやすいように。これもっとでかくていいよね。ペイントツール絶対置き場所に困るもん。回答者で、回答者はここにひらがなを、ほほほ、ひらがなで、ほほほほ、はい、突然来るな。なのね、よいしょ。まあ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 、ヒントは、あ、でかく書かないといけないね。じゃあ猫って書かなくてしんどい。じゃないの。猫じゃないらしいですよ。おは、フィッシュって何やんの。なんでわかんない。なんでわかんない。高知県ってどこにあるっけ。四国。すごいな。なんで猫描いたの。なんで猫描いたの。焦って俺今宮崎の方に丸しようとした。なんだこれ。また日本か。面白い。え、どうやって書く。アイスくんの絵心はやめて。女子力高めて。女子力ないから。こっちが合うかな。違う。なんか大爆笑してるさ。はいはいはい。あ、分かんない。洗面所じゃないの。こっちみんな。こっちみんな。体そっちやろ。なんでこっち見てんだよ。こっちみんな。その顔で。こっちみんな。これがあの20歳の男の女子。これもだって頭ボーリングの球やマジ。なんだろう。ただ答えが分かんない。違う。ああ、このこれか。は？あ、やばい。こっち見んなよ。ボーリングの球じゃねえかよ。いやー、なかなかいいと思うんだけどな。なかなかにひどかったよ。俺の知ってる女子案内書かないって。あ、まあ、まあ、女の子じゃないんで。そうだ、女の子じゃないから。やばいみたいなのないの。ない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 。普通に言うこと考えちゃうから。しかもさ、なんだ。男女逆転してきて何名かいらっしゃるけどさ。おお、ああ、え、最下位7だったの。いとこも。いとこ。ああ。そうね。全く目がいかなかった。ホロマンどころが目に入るのか。何してんのこの人。堀さん、多分言葉が分かんないんじゃないからね。あ、いいよ答え言って。そのうち言い始めるか多分。まだ大丈夫です。まだ。なんちゃらってどう書くんだっけなって。あれ、山口県はどこにあるんだっけ。うん、やめて。これ難易度が高くなればなるほど面白い絵になるんで。
四字熟語とか出てくるよ。そうそう。でも普通でも出てくるよ、四字熟語。はい。ぐらい。うん。いや、突然ノイシュバンシュタインジョかけてやれた時はもう。だってドナドナとか出るからね。ドナドナ出てくる。どういうドナドナ。何ドナドナってって思って調べてジープみたいなのできて、何これみたいな。何これ。丁寧に書くね。あ、国旗？何これ。わかんなくなったな。祝儀袋かと思ったら違うわ。そう。何？見えるよね、見える、そうだ、タイマとかさ、そういう風に見える。待ってね。うん。これは難しい。今んとこゴリさん、あの、ダッポハーブとかタイマとか、ヤバいもん欲しい人にね、見える。いいこれ。これ、これ、画伯なのでは。ゴリさんが浮上しております。あれなんか同じものを描きそうの2つなんか微妙に曲がってんだよな。そう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 、あーこれは曲がってるの、なんじゃないの、これ、これ曲がってないやつ描いてたらこの人絵心なっすよ。何何わかんない。型抜き、瓦せんべい、マジで書けなかった。じゃあ瓦あってたんだ。そしたら瓦と隣なんかせんべい、まあ合わせて書けなかったか。これ絶対無理。あ、じゃあ思いついた。わかったわかった、はいはい。楽しそうだな。あぶりさんの初書き子。だからボーリングだった。あ、行くより絵が上手だぞ。いや、一緒でしょ。いやいや、口ちゃんと書いてあるから。一緒やん。口ちゃんと、いやいや、あんなボーリングの球だ。だってあれやばかったもん。首グイン曲がってたから、90度ぐらい曲がってた。同じぐらいだよ。いや、180度曲がるんじゃねえかぐらいの勢いだと。違う違う。ああ、わかった。これ違うのか。え？違うのか。どかっつって。違います。なんか怒って髪の毛立った人かな。あーな、なんか出てきたな。出てきた。あ、体か。体は棒なの。体かわいい。かわいいな、ね。いやーこれきつい、かわいい。なんで右の人が唇あんな熱いんだろうな。まあ女性ってことでしょ。女性かな、つまり女性ってことっす。結構エラ張ってるよ。なるほど。いや、いや、ダブングル加藤みたいな感じ。見える。見えるとか言うな。なんかでも髪の毛にこだわってるな。加藤さんに失礼だろ。やめとけ、誰だよ。お、なんか、お、なんか増えた、なんか増えたぞ。あー、そういう、あ、漫才違うの。違う。あー、でもね、え、これね、ヒントとかありなの。口で言っちゃいけないよ。言っちゃいけないですけど。あー、え、漫才に近いことだよね。そうそう、ラブングルじゃない。あ、じゃあそうかもしれない。ラブングル。違ったぞ、違ったぞ。さすがに違うか。ビートたけしきよしかな。古くなってきてるよ。そう、ね。おお、そういうことだったの。え、でも、あるんだ。スカイって言ったから。あるんだ。左まっちゃんかなと思って。そう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 。そんなの出てくるの、ちょっとまっちゃんで例えたらもう。
さすが髪型がすげえ尖ったわ、ハマチ。俺じゃあ口で言ってはいけないことを連発していたというわけですね。もううまいわ。だボーリングやめてくれ。ボーリングの玉だよ。どこ見てんの？ボーリングの玉が寝てるよ。上見てんのか。ボーリングの玉だよ。こうなっちゃうよね。こうなっちゃうよね。竹下。顔がねえと。お、なあちょっとうまく描いてる。点でいいんだ、点で。あ、でかい。まさかつたが描いてる。あ、俺描かされた。これ3人で協力して描くやつですね。アブリさんも一緒に。あと協力して。ナヌさんはどうも猫しか描けないっぽいぞ、気をつけろ、みたいな。もう右側のスペースもじゃあガッツリ使っちゃっていいんじゃないですか、炙りさん。お題とこか、炙りさんなりの、それ。お題はなんか、上のところにあればとか。頑張って描いてる。なんか細いのやったぞ。いや。何？ナヌさんも書いてるの？ナヌさんのも関係ある？あ、そんな関係ありますね。あー、ハンコだ。あー、そういうことか。それ俺もここと思って。スタンプラリー、正解。やーい。はい。スタンプリレーって何それ？スタンプラリー、そっちみたいです。スタンプリレーなんて聞いたことはねえぞ。俺もないっす。あんまりリレーっぽくない。ラリーですよね。ねえ。だから。やった。こんな感じですよ、炙りさん。なるほど。結構お題が難しいんですね、意外と。ちょっと単純なのかな。そうっすね。お題でも昼寝手洗いぐらいはね、簡単そうな。手洗いひどいな、これ。ほんともう、やばくないっすからって、これ。90度まっすぐ見てもらうよ、これ。そしたらね、投稿しないってボタンを押してもらって。見れば見るほど笑える。やばいよね。またスタートって押す。横グワッと。はい。どうですか、面白いですか、炙りさん。そうですね。あ、よかったよかった。たまーにやってます。たまーにやってます。たまーにやってます。で、ラルさんがたまに乗らってます。これをラルさんは何時間も一人でやってた。知らない人と。意外つまんないよね。いや、俺そもそもこのお題が分かんない。でも楽しい。お題のものが分かんない。あ、じゃあ調べちゃって、ググっちゃう、知らないじゃん。あ、そういうのありなの？ありっす。俺、物が分からないとどうしようもないですもんね。そうそう。俺も物分かんなかったら、頭文字取って全部並べちゃいます。それもあり。ブリさんが知らないことか。だろう。まあ普通だから大丈夫じゃないですか。それはそれで。はい。ダイモリぐらい見たことあるか。だって炙りさんのイメージが。ね、見たことあるのかな。勝手なイメージつけ。炙りさんのイメージが。あ、なんか把握したらしいよ。行くよ。行くよ。はい。はい。おっ。お、うまいな。お、
T シャツ言わないさすがに T シャツわかんないわけない言うんじゃなくてちゃんと書くジャイアンツの夢どこに置いてるの？なんで首あんなビリビリしてんの？どういう服なのかな？なんでアンラーキッチ首なんすか？見えるじゃん。やめろ。許さないからね。これ半袖なんだよなこれな。なんかのファッション系だろうな。多分そう、そういう用語。大変疎いからな。特徴がね。襟くらいしかないってことなの。まああとそうね。お多分女の子が着るやつだよ。なんかヒラヒラしてるやつだよ首元。知らない。お、なんか書いた。これは何だ？何だ？ロングカーディガンみたいな。違う。あトリコアトリート。これ無理でしょ。あもう無理でしょ。かぼちゃ書くしかないじゃん。かぼちゃ書いた方がいい。あかぼちゃね。子供書けば。ハロウィンだよね。炙りタチウオだと思う。ビーボじゃないのこれ。でも出てたよねトビオって。出てないですよね。トビオ出てないんだ誰。多分さ回転したの。魚カナさん。あくるくる。あな。カメ？あ、俺寿司になってる。ジーン。やった。出るかまた。天の子出てくるかな。悲しい悲しい。寿司って打ったはずなのに寿司になってた。色はまず違うもんね。完璧でしょ。おい誰だよ。危ない。あ全然わかんなかった。え完璧でしょ。湯たんぽ見たことない。どっちかって言ったら今度ものが近いよね。あのね。閉まってる中で。いやこれどうしよっかな。小百合智子出た。うわ。ナヌさんは結構やってるのか。色いっぱいあるもんな。若干ですね。ウイさんはこれ頑張っていくとだんだん色増えていくからね。あ、そうなんだ。うん。この人はもう色もらえないんだね。赤か。そう、もらえない。幼稚園、小学校、中学校ってことですね。ああ。なるほど。はい。あれで中学生って言われちゃったら学校時でポンって書けないです。これは違うぞな。まあいいな、いけるわ。大きい豆腐みたい。
おい。まあない。ペッタンコじゃねえよ。ペッタンコじゃねえよ。こうやってやればいいのか。なんだなんだ。やめとけマジ。体質に関わるんで。やった。おお出た出た出た。あのザルじゃない感乗ってるものザルじゃない。でも乗りを書いてこその今ザルそばだったんだけど乗ってないと森になっちゃうからね、うん、あれこれなんだっけ。軽く言葉の勉強になってる。おおラルさん戻ってきたのか。あとでじゃあやろうか。はい。ナルさん変わりますよ、ね、じゃあ次。え？俺そろそろ寝るんで。まあ俺もそんな遅くまではもう今日は失礼ですけど。ダメ。え昨日みたいに4時までフィーバー。あ、ナルさんフィーバーしてる。あ、じゃあ早く今のうちに呼んでもらえながらナルさん。え？ナルさんだってアブリさんと変わったら今と同じメンバー。あ、ローズっぽいぞこれ。マスク？あーおーわー俺ジーズの音ってなんかやらないあるあるおじさんあるあるおじさんあるある。口で言いたいぐらいだもん。だから先に口で言ってお前ら書くなよってプレッシャー与えてから書けばね。あーなるほどね。早いぞ早いぞ。なんかよだれ垂らしてるよだれ垂らしてんの空いてるし。じゃあゆっくり書くか。こんな感じやっけ。なるほど。あラルさんも答え言ってどんどん書くから俺か答え言って色ないとな。それなん色ないとダメですよね。カラフルね。みんな書くこと、うん、みんな猫じゃん。えぶっさ体育だな。左部ぶっさ。なんだっけそれ。あ、なんだっけ。あ、あぶりさんのあぶりさんの絵にものすごい集中して見てるよ。なんだその顔は。あー、待って、なんか見たことあるぞ。見たことあるぞ。え、なんて言うんだ。顔はあぶりさんが一番近いでしょこれ。おそらく。あれ違ったっけ。ああおぉ左下の人で分かった。何チシャネルって何やっと。俺じゃアリスのやつじゃん。近いっすね。中のキャラだよな。キャラっすね。声出せなかった。名前が見たことあるけど出てこない。俺キャシャネコだとずっと思ってた俺。そして今ググってアブリさんもこれググったんだなっていうのがすぐ分かる絵が一枚出てくる。ググったでしょ。ググググ。分かんなかったらもうやんなきゃいけないって必須ですから。じゃあこれで落ちます。はい。わかりました。ありがとうございます。ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様です。はい。皆さん。皆さん。ヤルさん乗らってんぞ。トモ君空いてよ。一枠。一枠空いてる？はい。トモ君どうする？だそれが。え？いやみんなの前で言わなかっただけもな。しますよじゃあ。感謝。止めといた方がいいよ。あ、配信してる。配信してない。配信はしてないよ。配信はしてない。絞れた。変な絞れた。じゃあ今のうちに今のうちにまあ。え、もう切っちゃうじゃん。言ってもらおうよラルスさん。